ボルボ、デザイン your life。渡辺タスクと山田れながお届けしている J-WAVE ラジオドーナツ。この時間はボルボ、デザイン your life。家族、こだわり、ライフスタイルなどを大切にするスウィディッシュシンキングのスピリットをゲストとともに探っていきます。今日は上白石萌音さんを迎えしています。はい、エンジョイメントということで、まあ、お仕事とは別の楽しみとか、はい、趣味のお話を伺いたいわけですが、はい、どうですか、何が今楽しいでしょうか。うん、私は散歩が好きです割と地道なところを来ましたねでも似合う、なんかそうですねなんか結構私方向音痴なんですけど、うん、でもなんか知らない道を歩くのが大好きなんですよ。あ、そういう方いらっしゃいますよね。リスクを伴うんですけど、リスクを伴いますけどねそうか、じゃあ近所っていうよりも、はい、まあ、例えばロケ行った時とかね。そうですね、うん、なんか地方に行った時とかに、あの朝がちょっと入りが遅い時とかは、はい、なんかもう全く知らない土地を、それね、好きなところを散歩する。マネジメント的に言うとすごい心配なんですけどそうですね、ま、私マネージャーさんじゃないですけどなんか戻ってこれなくなったりはしてないんですか。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。あのマップとか使って、ちゃんと、うんうん、はい、ちゃんと帰ってこれてなんかこう、まあ、目的っていうか、こういうのを見るのが散歩の中で好きとかってありますか。でもやっぱ川沿いに吸い寄せられますね。可愛いですよね。いいですよね。なんかこうすごくいい顔しましたね。川好きなんですって。目が細くなってて、ね、いい感じです、ね。なんかこう遊歩道がちょっとできてたりとかして、うん、でも人が誰もいなかったりとかして、なんかこう川のせせらぎみたいなのを聞きながら、ちょっと人いない時はちょっと歌っちゃったりとかしながら。もうなんかすごいね、その絵がもう、うん、今もういろんなあの映像作家が撮りたいと思ってる、はい、撮りたいですって思ってると思いますよね。散歩以外にこう体を、まあ、鍛えるじゃないですけど、こととかはしてないんですか。最近ジムに入会しました。ジム、はい、あ、それはじゃあ どの辺のこう目的でジムは使おうと思ってますかちょっと体力が欲しいと思って、なんかこう高校時代までは体育の時間とかで結構体を動かしてたんですけど、うん、大学に入った瞬間にもう何もしなくなっちゃって、あ、まあそりゃそうですね。仕事もあります。なんかこう駅まで、あ、電車の駅までちょっと間に合わないって言って、うん、ちょっと走っただけで結構息切れちゃったりとかした時に、うん、いやちょっと危ないなと思って、うん、そろそろ鍛えようと思ってじゃあ走ったり、そうですね、まあ、筋トレしたりしてます。ストレッチしたりしてます。結構ガタイのいい大人の人に囲まれて頑張ってます。その光景もまたすごそうですね。そうですね、こんなにね、なんか細くて、ね、その映像も撮りたいですと思ってる映像作家の人いっぱいいると思いますけどね。あと上白石さんインスタグラムもやってらっしゃいますけど、はい、なんかあの拝見すると、はい、なんかこう手紙みたいな直筆メッセージ、ね、はい、載せたりされてますが、はい、字お上手ですね。ありがとうございます。なんか習ってたんですか。いや習ってないです。いや綺麗ですよ、っていうかね、なんかね律儀な字、まあ、そうですね律儀な字書くなと私も拝見しました。ありがとうございます。やっぱ字って本当性格出ますもんね。律儀な、悪かった悪かった悪かった。タスクさんの字あんまり実は見たことないでしょ。まあ、サインぐらいですけどね。いやいや、サインはねサインはもう雑なんですけどそうですか。でもなんかね、ああいうこうやっぱりメッセージをちゃんとこう発信したりとかもしてて、そうですね、偉いなと本当に思いますよ。そうか、手書きならではの温かさっていうか、うん、本当に伝えたいときはこうなるべく筆を取るようにしてますね。それはなんか SNS とかだけじゃなくて、お手紙とかもそうですし、うんうん、そうですか、お手紙書いたりとか、はい、ねえ、えらい、子やなそうですね本当にありがとうございます。今日本当にどうもありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。ボルボデザインヨーライフ、今日は上白石萌音さんお迎えしました。ボルボデザインヨーライフ。This program was brought to you by ボルボカージャパン。